性教育チャンネルへようこそ。はい、今回はですね、年号を覚えた効率のいい年号の覚え方、まあこれを話していこうと思います。まずですね、基本的に、はい、年号を問う問題というのは出題されないんです。ほぼ出ません。だから年号を覚えた、いいですか。ではですね、実際どういう形で出るのか、いわゆるですね、まあ共通テストも込みですよ。出るのは配列問題です。並べ替えです。いくつかの事項があって並べ替える、その正しい順番を選ぶ、もしくは3番目に当たるのはどれかみたいな形で来るわけです。では年号を覚えないといけないんじゃないかと思うじゃないですか。でもですね、実際そうしなくても対応が可能なんです。そこで、はい、覚えるのは政権担当者、天皇、内閣、こういうふうな順番を覚えていくんです。例えばですね、はい、ではこんな形です。例えば、はい、皆さんよく知ってますね、はい、遣唐使の停止です。よく894年及ばずに白紙に戻せ遣唐使ってやつですね。はい、次に、はい、古今和歌集、最初の勅撰和歌集、905年です。そして、権限大法、還元大法ですね。これ、いわゆる最後の校長準備制、958年です。で、この3つの事項を並べ替えるときどうしますか。894、905、958という年号を3つ覚えればできるじゃないかと思うかもしれませんが、全部覚えてられないんじゃないですか。そこで天皇の時に何があるか、この天皇の時にこれとこれ、この天皇の時にこれとこれ、この天皇の時にこれとこれとこれがあったなというのを脳裏に思い浮かべておけば、天皇の並び替えさえできればバッチシじゃないですかね。例えば、はい、高校天皇、はい、裏天皇、大吾、つらく、村上ときます。順番見ますと、高校のうで、しりとりしゅうとううできます。で、うだ、だで、はい、大吾、覚えやすいですね。高校、ううだ、だ、大吾で、すざく、村上。これできるわけです。ところがですね、無理に全部何でも年号を覚えてしまうという人がいるんですね。そうすると非常に大変なんです。だからなるべくですね、覚えない方向で最後にいつの間にか覚えてしまう。このぐらいがベターだなと思います。はい。でですね、もう一つです。覚え方の本とかありますね。よくね、年号の覚え方の本です。あと暗記法、そういうものには絶対に頼るな。いいですね。なぜかというとですね、覚え方を覚えようするとなかなかですね、覚えられないんです。だから覚え方を覚えようとせずですね、自分でですね、作ってしまうんです。これが一番簡単です。例えばですね、はい、894年白紙に戻せ遣唐使、有名ですよね。でもなんか綺麗っぽいじゃないですか。なかなか白紙忘れちゃうかもしれません。遣唐使どうするんですかね。船に乗るんです。大変ですね。では例えば、はい、894なら白陽下路白遣唐使とかね、無理やり覚えてしまうとかですね。その他例えばですね、何でもいいです。はい、例えばね、7という番号があります。例えば有名なスポーツ選手の背番号とか思い浮かべるんです。例えば我々の年代でいくと、昔7ですね、巨人に、吉村さんという選手がいたんですね。だから718年養老律令なんですけど、718年ね、7が吉村ですと718、吉村一発陽子さんとかね、723年で3000一種の方なんですよ。これも同じくですね、7の兄さんだから吉村の兄さんで、3000一種方がルパン三世とかですね、無理やり自分で作ってしまったりとかね、何かしらはそういう方が忘れなかったりするわけです。無理やり作る、これもありです。はい。でですね、最後にテキストの位置やページ、上か下か、このあたりもとても重要なんです。でですね、何かというとですね、はい、もう全部なんか無理です。それイメージで、例えばあいつ下の方にいたら、上からこう時系列的に載ってるんであれば、後の方だなとかね、ページが確か後の方にいたなみたいな。だからいわゆるページ自体、テキストページ自体を一つの画像だと思って脳に複写してしまう。これも重要な作業だと思います。これね、とても重要なのが、図説なんかですね。図説なんかですと、あ、前のページにあの写真があった。後ろの方にあった。なんとか文化に確かあいついなかったな。位置で覚えられます。だからね、やはりこういうね、一つの画面だと思って見てしまう。はい、そういうふうな癖をつけていくんです。じゃないと一個一個覚えられません。特に近現代になりますね。明治。特に1870年代以降はですね、1年単位でありますからね。そんなの無理じゃないですか。だから確かに、これがあって、この下の方にあったな、みたいな感じで。そのためにある程度やはりね、流れをつかむということも重要です。流れをつかんだけば、これがあって、これがあって、これがあってから確か後のはずだなということで、年号という細かいことよりも、流れを聞いて事実を並べ替えが解けることも多いんです。まあ一部のですね、慶応経済の問題とか多少あまりにも広いのもあります。それはもうね、そのぐらいまでになるんであれば、多少は覚えた方がベターですけども、慶応の経済ぐらいですと出るものがかなり限られてますから、繰り返して出る各問さえ覚えていればかなりできます。それ以外については今言った方向性でやってもらえればと思います。最後にですね、ついでに話をしておきますと、まあこれは年号から外れるんですけども、
皆さんよく電子辞書なんかでですね、まあ用語集代わりに引いていく方いますよね。あれはね、やめた方がいいと思います。私としてはですね、用語集をぜひ買って開いてください。本です。なぜかというと用語集開きますね。そうするとそのページ、その周辺用語を目に入りますね。あ、周りにあいつらがいたなっていうのはなんとなく入ります。そうすると例えばですね、選択肢とかで、その見たことがない用語出たとします。でも見たことない用語が用語集で引いたとき、確かあの隣にいたなっていう感じで脳に少しでも残像が残っていたら、あれこの時代じゃなかったはずだということで切れたりしますよね。とかとかですね、電子書だとその用語しか引けないじゃないですか。その周りのお友達を見ることができないんですよ。だから全くこの勉強法が役に立たなくなってしまうんです。だからケチらずですね、用語集をぜひ買ってね、お手元に置いて、で、問題なんか解いて、もし分かんないものがあったら一回マーカー引いてください。それ一回引いたという実績さえ残しておけば、また引いた時にあいつ引いてるなっていうことですね、記憶に残ります。いいですね。はい。ではとりあえず今日戻しましてですね、もう一回いきますとですね、まず年号を覚えるよりも、政権担当者を覚える。もしくは内閣を覚える。天皇を覚える。これが1個目。それから2つ目。覚え方で覚えようとしない。自分で覚え方はなるべく作る。これが2つ目。そして3つ目は、テキストやページなんかの位置。そこら辺でイメージを残像を残す。これが3つ目。こんな感じでまず対応していきましょうね。はい。効率よくいかないとね、時間はないんです。では、頑張りましょう。またお会いしましょう。では、チャンネル登録よろしく。